大阪府内最高峰の金剛山奥河内とは、大阪府南東部に位置する金剛伊古巻、泉国定公園の一部である、金剛山地、泉山無役一体の観光名所である。一般的に、大阪府河内長野市南部と、千早赤坂村全域にあたる、山陸部を中心としたエリアを指し、抗義には、河内長野市と、千早赤坂村の全域に加え、 隣接する富田林市と泉市の一部が含まれる。キャッチフレーズは近くて、深い。奥河内は、大阪府内において最高峰の金剛山やすすきの、茅場が広がる岩脇山などを中心とした登山、ハイキング、光滝や荒滝など多くの滝を有する滝畑48滝などで知られる。また、世界遺産高野山まで続く、高野街道の宿場町三日、市。 奈良時代の早々を伝え南朝約スノキシともゆかりの深い関心寺や天の山金剛寺など歴史の舞台としての一面を持つ。河内長野市域には各所に行期や空海伝承が残るほか、長野温泉や天美温泉といった天然温泉が湧いていて温泉地として栄えた歴史がある。奥河内という名称は近年に普及したもので行政区分では南河内にあたる。 しかし、同じみ南河内でも、河内長野市北部に広がる平野部やなだらかな丘陵部等に対して南部に連なる山間部や渓流のように異なる特色を合わせ持っている。そこで南部の金剛山や岩脇山などの豊かな自然を表現する観光名称として、観光地として、名高い奥、日光や奥多摩のような奥を関する地名に倣って命名された。その後、 全国の市町村で12番目の文化財数を有する河内長野市内の名所旧跡においても注目されるようになり以前の長野、千葉や赤坂、天野、竹畑、天海といった地名を総括する観光名称となったこのように自然や歴史などの面で数々の見どころを有してはいるが過去観光地として発展しなかった経緯により広くには知られてこなかった近年は 自治体の宣伝とともに、大阪都市圏から30分圏内という近さから、日帰り観光地として、再注目されつつある。オークス高一大江巻、クスノキ母安間温寺グラオク河内地域の歴史は、古く、旧石器時代の三日、地遺跡、高向子の遺跡から、国府型内府型石器などが出土している。関心寺と天野山金剛寺は、正確な創建年代は不明ながら、 奈良時代の早々を伝え、平安時代には、その存在が確認される。その後、平安時代に内大臣、藤原忠政忠近が長野を通って、高野山へ参詣したという記述があり、当時から高野街道が存在していたことがわかる。鎌倉時代には、楠木正成が楠木七条を築き、現行の乱の際には、千早城の戦いの舞台にもなった。 その後、四流とある高野街道が奥河内にて合流することから、高野三景道の宿場町、温泉地として栄えた。1898年に高野鉄道により、長野駅が開業されると、多くの旅館が石川沿いに立ち並び、長野遊園地が開業した。しかし、1929年に、 高野山電気鉄道が極楽京駅まで、延伸し高野山まで全通すると、次第に観光地としての賑わいが失われていった。戦後、奥河内の北部では、大阪中心部から30分と近いことから、数々のニュータウンが各地で開発されるようになり、公共施設や市街地が整備され、地方都市として発展した。その影響で、特に河内長野市中心部では、 観光地としての機能が損なわれようになったため、1990年代から市を挙げて、駅周辺の再整備や高野街道など、歴史的景観の保存、豊かな自然環境の景観保全に取り掛かり、観光地としての復興活動が行われた。現在は、観光案内所がある河内長野駅を中心として、各観光名所への路線バスが運行されているほか、案内板の整備などにより、 アクセスは以前より比較的容易になっている。奥河内の観光地は大きく分けて自然の景観と歴史の景観の二つに区分できる。荒田北木畑ダム湖畔岩脇山山頂の茅や奥、河内桜公園奥河内もみじ公園長野公園は以下の5カ所の公園で構成している大阪府営の都市公園である。高野街道高野街道。 天海温泉南天園名所旧石関心寺、天野山金剛寺毛赤坂花の文化園、大温室奥、河内を起点とする主なコースについて挙げる。詳細については各対象のページを参照。南海、近鉄河内長野駅奥河内の玄関口となる駅は河内長野駅である。河内長野駅には南海南場駅から南海高野線で30分、近鉄安倍野橋駅から、 近鉄南大阪線、近鉄長野線で約40分で到着できる。新大阪駅、大阪駅からは、地下鉄道筋線で南波乗り換え、JR 環状線乗り換えの場合は、新今宮駅からアクセスできる。関西国際空港からは、河内長野駅行きのリムジンバス、空へが運行されている。自動車では、大阪外環状線や国道309号で到着できる。 河内長野駅から各観光名所へは、南海バスの路線が運行されており、奥河内エリアの1日フリーパス、河内長野千早赤坂ワイドモックルカードも販売されている。バス路線の詳細は、河内長野駅を参照。ありがとうございます。